どうも皆さんこんにちは、サックスプレイヤーのジュニアです。今日はレッスン動画アンブシュアについてとことん語りたいと思います。で、僕のやり方なんですけれども、とっても簡単です。あ、え、お、この3つをやるだけ。やり方、作り方は簡単なんですけれども、それ以上にいい音に対する考え方とか、あとはね、誰も言ってくれない、このアンブシュアって口先だけなんですけれども、口の中の形、ここもアンブシュアと同じぐらいいい音に対して重要になってきます。で、あとは作るだけだったらいいんですけれども、それを定着させたりとか、いい締め具合っていうのを見つけるための素練習の方法とかも紹介していきたいと思います。なので今日の動画はですね、1、アンブシュアの作り方、2、誰も言ってくれない口の中の形、3、いいアンブシュアを見つけ出し定着させる基礎練習の方法ということで紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでいってください。それではどうぞ。でまず大前提はですね、いいリードがしっかりついているかっていうことは本当に大前提です。ここが崩れているとアンブシュアをいくら良くしてもいい音は出ません。なのでリードの動画出してるので、はい、これです。リードの動画をしっかり確認して、いいリードが見つかってからこの動画のやり方に挑戦するようにしてください。で、いいリードの条件なんですけれども、まず1、音が鳴りやすい、シンプルですね。で、2番目、小さい音も出せる、これ大事です。力いっぱいじゃないと音が出ないっていうのは、ちょっといいリードといいマウスピースのいいセッティングの条件ですね。3、大きい音も出る。大きい音が出るっていうのは結構まあすごく重要で、ちっちゃい音はなるけど大きい音をプッて鳴ろうとした時にこうペタンと張り付いて、これはリードが薄すぎたり、そういうことが考えられますので、まずこの3条件、1だけでもいいです。でも音が鳴りやすいっていうのは本当にリードとマウスピースによってもう絶対必須条件ですので、ぜひ守ってからトライしてください。それではアンブシュアの作り方です。あ、え、お、お、作ればいいだけです。で、まずはあなんですけれども、一番リラックスしてる時、もうぼーっとテレビを見てる時でもいいですし、今日一日疲れたーみたいな時の、あーあーあーとかじゃなくていいです。あー、そこにマウスピース上の歯に向けてください。あー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 。で、その次、あーからえーにしていく。あーからえー、あー。で、そうしてリードにね、下の唇が当たります。で、その時にはもう下の、唇の裏に下の歯が来てると思います、うん、だから特にこうグッと巻き込んだりグッと出したりしないで、ただ当てる。あーあー。その次、今度は下唇が当たってある程度下の歯もグッと来たら、それ以上は締めない、噛まないようにしてください。ここにこう痛くなるほど噛んじゃダメです。あーまで来たら、そこからおーで締めた。あーうーうーでもいいんですけどね、うでもいいしおでもいいし、でもこのうかおかに関してはまた後でその口の中にも大きく関係してくるので、うとおの間みたいなのが出てきます。もう一回いきますよ。ぼーっとあーをつけてください。あーうーうんうんうん、あーうんあーうん、これがアンブシュアの作り方です。で、これをすればあーうん、こんな風に音を鳴らすことができます。で、上の歯を当てる位置っていうのもすごく重要になってきます。浅い方がいいのか、深い方がいいのか、手前の、ね、ここがいいのか、それともこの辺がいいのか、だいたい真ん中ってどれくらいっていうところなんですけれども、よく見てください。これは一つ、まあ、正解というか基準があります。これはよく横から見てですね、マウスピースがあって、リードがあって、最初はくっついてるけれども、どんどんマウスピースがこうなっていってリードはまっすぐで離れていくと思うんですよ。で、その
離れ始めるちょうどこの境目、ここを基準にしてください。僕はもうまさにここで作ってます。で、そこからサブトーンをしたいとか、ちっちゃい音を出したいとか、繊細なニュアンスを作りたいときは手前にするし、まあ、それより奥になるってことはあんまりないですね。一番奥でそこ、通常の演奏するところもだいたいそこら辺って感じです。まあ、どこが離れ始めるっていうところもちょっと微妙なところなんですけれども、ピーピーになっちゃったりする人とか、あとは息がたくさん持ってかれちゃう人は手前にしてあげてください。で、さっきのリードの条件にも出たんですけれども、大きい音が出ない、息があんまり入らないっていう時は奥にして、深く加えるようにしてみてください。それでは二つ目です。誰も言ってくれない口の中の話です。これはもう本当、いろんな正解があるから、もうほんと人それぞれなんですよ。おーって、広く開けた方がいい、ヒューってこう狭くして息のスピードを上げた方がいい、いろんなやり方がありますけれども、まあこれはあくまでも僕の方法です。で、僕の動画を見て あんな音いいなって思ったら、ぜひこの考え方取り入れてあげてください。広すぎてもダメだし、狭すぎてもダメ。広くって自分で思ってるけど本当に広いかどうかわかんないし、狭くと思っても本当に狭くできてるかどうかわかんない。もう本当口の中っていうのはちょっと見ることができないので基準がないんですけれども、一つ僕の中ではすごくやりやすいやり方があります。口をうっていう時に口閉じるじゃないですか。言ってなくて、口をあんまり閉じないでうっていう、口をおぐらいの口で、おぐらいの口でうっていう時に口の中って覆うほど広がってないし、言うほど狭くないんですね。これどうですか？わかりますか？これ。ちなみにやってみると、覆うの時は、まあちょっとビヤーっとした音になっちゃいますね。うん、まあアンブシュアもこう緩まっちゃうので、狭い時。しっかりまとまってはいるんですけれども、響きみたいなところがちょっとこう、まあ、ペタンとしてて、ちょっと豊かな音とは言えないですよね。で、あらなくて。これ動画で伝わってますかね？こんなにも豊かな音になるというか、芯はしっかりしていてまとまってるんだけれども、音の響き自体はとっても太くて豊かで、まあ、これが、の口の良さということになります。で、これもなかなか誰も言ってくれないベロの位置の話。ベロの位置って皆さんどこにあります？こうやって加えてるとした時に、おそらくほとんどの人が下顎があって歯があって、この下にペタンってくっついてると思うんですよ、うん、で、それが普通だし、で、僕もついこの間までそうでした。なんですけれども、僕がもう本当に尊敬してやまない、トッププレイヤー3人が同じ意見を言ってたので、おそらくで、僕もこれをやってとっても変わったので、おそらくこれは正解なんじゃないかっていう話が、こうやってマウスピースがあって、こうやって加えたとしたら、こんみんなこうあるだけど、ここに持ってきてください、ベロだから、ちょっと本当にたらここに振ってある、うん、そのままタンギングをする、うん、これ本当に口の中のその息の流れっていうのがすごい、まあ多分速くなるんですよね。で、これがですね、スパンとした音が鳴るし、音色自体も太くなるし、だけどみんなやっぱりこっちで慣れてるから最初めちゃくちゃ大変ですけれども、本気でプロみたいな音になりたい人とか、これからプロのサックス奏者を目指しますっていう人は、これはおすすめです。ほとんどの人が知らないと思うし、それは間違いっていう人もいるかもしれないですけれども、まあ僕の実体験としてこれにしてよかったなと思うし、あの人と、あ、これ名前出していいのかな。なので、トライするのはちょっと大変かもしれないんですけれども、興味のある人はぜひ口の中の形、そしてベロの位置、この2つを気をつけてトライしてみてください。で、あともう一つ、ほっぺについてなんですけれども、もう結果膨らんじゃうことはあるんですけれども、ほっぺを膨らまそうとはしてません。膨らまない方がいいです。ちょっとね、フレーズとかで膨らんじゃうことはあるんですけれども、できるだけ膨らまない方がいい。の時に、
こばとはならないんですね。だからこの感じで頑張ってみてください。それでは3つ目です。いいアンブシュアを見つけ出し定着させる基礎練習の方法ということで紹介したいと思います。今度は楽器をつけてやるんですけれども、噛みすぎで悩んでる人が多いような気がします。なので、噛みすぎを改善して、ちょうどいい強さで締められるように。まずはアンブシュアを作って、音を鳴らさずにフーッといけれます。はい。で、この時の息なんですけれども、できるだけリラックスしたため息というか、あんまり、ふわーって入れずに、深呼吸。この深呼吸をやってあげる。で、今度は音を鳴らさない深呼吸から、こう、一押し。アンブシュアも一押し。息も一押し。して、音を出す。こんな感じの練習になります。で、これはなんでこんな練習するかっていうその目的を知ることが大事です。多くの人は、いい音が出ないなとか悩んでる人はですね、アンブシュアの形の方を先行しちゃうんですよ。だから、こう、締める方がメインになっちゃう。そうじゃなくて、大事なのは、息がたくさん入ってること。基礎練習の動画でも言ったんですけれども、大事なのは、息がしっかり入っていること。リラックスした、たくさんの息。いっぱい吸ったのが、そのまましっかりストレスなく使えること。これが大事です。で、こっちを元に、アンブシュアの締めるのを決めてあげる。これがすごく大事になってきます。なので、アンブシュアに合わせると、例えば、締めすぎだと、息が入っていたんですね。リードの振動も、そう、妨げちゃうし、さっき言った、ふーっていう、その、深呼吸の息が全然入っていかないわけですよ。で、今度は、じゃあ、アンブシュアが締まらなさすぎだとどうなるかっていうと、まあ、これは簡単ですよ。いつまで経っても音にならないだけですから。はい。なので、息を少なくすることなく、アンブシュアを決める。これが大事です。でもとても難しいので、最初は、この真ん中の胴あたりから始めてください。で、どうしてもね、一番下の胴から始めたいっていう人もこういると思うんですけれども、そうではなく、鳴らしやすいところから始めてください。ドーシーラーソー、ね。オクターブキーを押さない、この真ん中のドーシーラーソーらへんで、自分がまあ一番、ここならまあ絶対失敗しないし、鳴らしやすいよねっていうところから始めて、下の音に行く。もしくは上の音に行く。もう一回やってみましょう。さっきそうだったんですけど、今度はドの音でやってみましょう。息をいっぱい吸う。そして、あえおで作る。で、その先にできたら、口の中の形の、の形を作ってあげる。そこから、息を入れる。で、そこから、息を入れてる途中から、もう一押し。もう一押し。もう一押し。で、息ももう一押し。で、音を出す。いきますよ。横から見て、ちょうどリードが離れ始めると、この辺に、あの時に行きます。はい、それではこの練習においての注意点なんですけれども、まずは音をこうポンって出すときに必要以上に口を動かさないことです。たまーにこういう風になっちゃうんですよ。口が動いちゃってバウーンみたいな音の出し方になっちゃうんですけれども、これは NG です。自分の歌だと思って考えてください。これは歌を普通に歌うときに、あーって声を出すときに、あーとかあーとか出さないですよね。そこが普通にフーから
あーって出るような音の始まりを目指してあげてください。で、動かないこと、仮固定して、ですけれども、もちろんやっぱ下の音に行けば行くほど難しいし、上の音に行けば行くほど難しいし、だから、始めたばっかりの人が下の音が出ないって言ってこの練習で、苦しんで沼にはまっちゃうことはちょっと僕はあんまりおすすめしないので、下の層からオクターブキーをした上の層の間ぐらいまででいいです。ここはそれで十分いいアンブシュは定着します。で、そこから下の音とか上の音っていうのは工夫していく。基本的にやり方は同じですけれども、上の音に行ったらちょっとアンブシュはきつめにしたりとか、下の音に行くときにはまたちょっと息の出し方も少しより暖かくするような感じにしなければならないので、その辺は最初に悩まない。で、それはアンブシュができてからの話なんですね。うん。だから、ソのメジャースケール、Gメジャースケール、ソラシドレミファシャープソで、4回ずつぐらいやるような感じで、どうでしょうか。こんな風に。はい、いかがでしたでしょうか。アンブシュアのことについて、まあアンブシュアだけじゃないですね、もうアンブシュアに関する口の中の形、そして練習方法について、今日はもう徹底的に話して全部混ぜてやっていきました。いろんな基礎練習があるんですけれども、アンブシュアについてはこれが僕は一番いいんじゃないかなと思っております。日々の練習にちょこっとずつ取り入れていってください。で、動画の最初でも言ったんですけれども、ほんとこの練習方法よりもいいリードにちゃんと巡り合えているか、使用しているかどうか、ここがもうとにかく重要になってきます。もういくら練習しても報われなくなっちゃいますので、最初いろんなこう箱を買ったりして、どれ使えばいいかわからないから、とお金もかかっちゃうかもしれないんですけれども、そこにストレスがない状態で取り組むっていうのが一番大事になってきます。なので、ぜひこの動画2回目ですけれども、ぜひ見てください。最近ジュニアの LINE 公式アカウントがあるんですけれども、ジュニアの公式 LINE アカウント登録者さんに向けてですね、動画を使ったオンラインレッスンっていうのを実はやっております。気になる人はぜひ友達登録をどうぞよろしくお願いいたします。それでは今週はここまで。サックスプレイヤーのジュニアでした。またね、バイバーイ。